前回の続きからストーリーを再開します。主人公と主人定番。それではキャサリンフルボディの世界をじっくりとご堪能ください。やっぱそう思う？他にいないだろう。ああ、エリカ。近所は、それ、そ。あれから、はい、あの、何？よし、サービス。あれ、見よう。まあ、では。したり行動したりすると何を意味するかはまだ急に親いいかあれ見よう。
薬か。もしもし。あ、なんだ。え、おやすみ。アンケート帳よし。そ、理想の声のタイプ。石にぶら下がれるだろう。こいつが結構役に立つはずだ。よし、ゲット。ふっ、よし、ゲット。待つ。と、よし、ゲット。あなた、自分の…いあんしな…みじゃ…うわぁ！なんなんだよ、今度は一体…使うと足元に三角形の白い石が出現する。よし、ゲット。よし、ゲット。さあ行くぜ。よし、もう、さあ行くぜ。よし、よし、よし、ゲット。絶対逃げ切ってやる。
よし、よし、ゲット。取り方しやがる。よし、ゲット。よし、よし、ゲット。よし。生き残ったんだ。踊り場では石を。さっき見つけた。おお。いろいろ教えてくれ。それ階段を作り。いや、見つけよかった。羊野郎に入ってもな、悪い。はっ、さっき見つけたんだけどよ。来た。さっ、おっ、まじっけ。選んだの、やっぱここ、ただ、あとよ、さ、いい。Fist of Crunch has appeared. It's the killer. Do not die. Dodge. 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 Dあんたに思っ今日ごめんね、ベーコンマッカーズじゃなかった。美しい思い出に少しは気が晴れたかい？自分が何を手放そうとしてるのか。パーズスケット。パーズデーカ結構パーズスケット。パーズスケット。モテキ。パーセント。
知らないな。ああ、そんな。助けてください。バーで自由に過ごしてな。男はのし上がってこそ認めな。男。バーには時間が流れていて、座って人と話した時だけ店内。ピアノ弾きを雇うなんていいな。お、ご紹介しましょうか。に、そうか、残念。客？うち、スーツ。き、お、え？そういえば、でも何も思い出せねえ。本部長みたいな頭の人忘れようなくない？完全トサカだよね、完全。お前の話はもう結構ってね。キレがいいっすね。You got a mail. 三角ボタンで。女と畳はお乳の方がいいぜ。なんすか畳って。 You got a mail. ジュークボックスでは。お酒を飲むとよく。ですが、ラム酒はカリブ海。あ、ピもうからか。おい、はじ、はい、どうぞ。リン、ワインなんて頼む。しかもこのフルボディのワイン。突然ですが、キャサリンフルボディを楽しんでいる皆さんに、赤ワインは甘みを含まないため、白ワインのように甘く、赤ワインの味わいの豊かさを女性の体で例える。ライト、ミディアム、フル、一番。以上、ワイン豆知識でした。いろいろなお酒を飲んで、他の豆知識も集め。リーン、そのボトル違うお客さんのよ。あれ、ごめんなさい、間違えちゃったみたいです。ああ、そうだよな。他に飲みたいものがあれば注文してくださいね。ご注文は？ワインで。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。了解です。お待たせしました。一度きりの事故だって忘れちまう。ですが、グラスを開けたあなたにワインの豆知識を一つ。赤ワインと白ワイン、なぜ色が違うのかご存知ですか？赤ワインは皮と種ごと発酵させますが、白ワインは果汁のみを発酵させるそうです。そのため赤ワインは渋みがプラスされ、白ワインはフルーティーに仕上がります。苦さも受け入れるか、甘さを追い求めるか。おや、どこかの誰かさんの人生のようですね。以上、今夜のワイン豆知識でした。もうからか。まだ飲むの？ああ、日本酒で。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。うん、わかった。はい、
お待たせ。毎日お疲れさん。どう？仕事とか順調？お前やめろよそういう話うんの。じゃあ席中断した呪いのことなんだけど、実はね。どっちにしろ盛り上がんねえよ。酒置いた。何よ。チョコの空いたあなたに日本酒の豆知識を一つ。日本酒には同じ銘柄でも大吟醸、本醸造などいろいろありますが、何の違いかご存知ですか？これは玄米からぬかなどを削り取った精米の違いなんです。一番磨かれた米を使っているのが大吟醸、そこから順に吟醸、本醸造、さらにアルコールが添加されていないものは純米の名がつきます。ご飯の精米度が 90% なのに対して大吟醸は 50% 以下まで削っているのだとか。とても贅沢なんですね。一滴残らず飲み干したいものです。以上、今夜の日本酒豆知識でした。もうからか？まだ飲むの？ああビールで。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。うん、分かった。はい、お待たせ。一度きりの事故だって忘れちまった。ジョッキを開けたあなたにビールの豆知識を一つ。クラフトビールってご存知ですか？小さな独立系の醸造所が作るいわゆる地ビールのことです。その土地ならではの名水やフレーバーを使ったクラフトビールを探して飲む。それだけでもいい旅の思い出になりますよね。以上、今夜のビール豆知識でした。もうからか？まだ飲むの？ああ、ラムコークな。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。うん、分かった。はい、お待たせ。やめろって。そんな優しい。
先輩。そ。You got a mail。あなたこんな高いだ。何それ。300年前七日かっこのとっさ。え、あなた ミスター・モーがあのピアン。私たちもう You got a mail。聞いた。おってんなあ。おこれつうむ甘いってデリケス。そろそろ帰るとしますよ。バンコン以上大事。いよいよ死の登山の本番が。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、よし、こいつでどうだ。
し、ゲット。先行くぜ。消えた。おい、そこに釣った金ならやる。いくらでもやる。無理だって。僕を誰だと思って。僕はコン…失礼。うだうだ言って。うるっ。やあ、ピアノのお姉ちゃん。まあ、ぜひと。スパイダーについて意識。油断してはいけません。いや、あ、この間なんか目でも、じゃこれ技のこと。ああ、油断してはいけませんよ。人間。石にはそれ無事。パーズスケートピップ。お、足足はファイヤー。フッフッフッ。よし、フッ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 。よし、ゲット。始まり。ちょっとちょっと。エッジ。フッ。よし、ゲット。よし、ゲット。エッジ。よし、ゲット。エッジ。よし、ゲットか。継承を使う。よっ、使っちまえ。エッジ。よし、ちょっと、ちょっと、ちょっと。よし、ゲット。よし、よし、ゲット。エッジ。よし、よし、よし。なった。絶対逃げ切ってやる。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、よし、よし、ゲット。せーの。よし。ピアノなあ、下手。ちょ、さっき、すみ、いや、この気持ち。なるほど。たぐよ、あそこ、演奏だ。ひ、こん。うん。あそこのリーゼントと、あ、聞いてみたら、なんかやる気ねえな。面倒なんだよね。
本部長みたいな鬱陶しい奴がいない。大事な人に。選んだのはそっちか。ほし、い、ここ、その、そ、ほら、ま、あんなに憧れていたのに、人は変わってしまうものだね。ただ裏を返せば。パーゲット、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 喫茶店ってあそこだろ。パーセット、You got a mail。 昼間のニアミス。もし突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。ロングドリンクとショートドリンク。カクテルには対照的な2つの分類があります。ショートドリンクはアルコール度数が高く、量はそして冷たいうちに飲み干してもらうため小ぶりのカクテルグラスに入っています。一方、ロングドリンクは時間をかけてのんびりと飲むことを前提としたカクテル。ショートに比べて量が多く、縦長のグラスを使います。飲みながらじっくり語り合いたいのか、さっと済ませたいのかで選べるといいですね。以上、今夜のカクテル豆知識でした。もうからか。おい、エリカ、注文。何飲むの？ワインで。日本酒。俺、ビール。オッケー。お待たせ。やっぱあんたらとして。いらねえ。あら、
然ですが、グラスを開けたあなたにワインの豆知識を一つ。ワインを長期保存する際、ボトルは横置きが良いとご存知ですか？コルク栓とワインを常に触れさせることで酸素が入り込むのを防ぐことができるそう。熟成のために長期保存するなら置き方も大切なんですね。寝る子は育つとはよく言ったものです。以上、今夜のワイン豆知識でした。もうからか？まだ飲むの？ああ。日本酒で。日本オッケー。お待たせ。昼間のニアミスギリ。突然ですが、お茶子の空いたあなたに日本酒の豆知識を一つ。冷酒の温度を表す言葉ってご存知ですか？0度の酒がみぞれ酒、5度上がるごとに雪冷え、花冷え、鈴冷えと呼ぶそうです。とても情緒のある表現ですね。さりげなく使って粋に楽しみましょう。以上、今夜の日本酒豆知識でした。もうからか？まだ飲むの？ああ、ビールで。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。オッケー。お待たせ。ジョッキを開けたあなたにビールの豆知識を一つ。ビールの色って黒や茶や黄と様々なバリエーションがありますよね。これは原料の麦芽の元々の色と焙煎の具合によって決まるんです。色の薄い麦芽をあまり焦がさず使えば淡い色に。こんがりいった黒い麦芽を使えば黒いビールになります。その絶妙な加減によってコクやキレが変わってくるんですって。以上、今夜のビール豆知識でした。もうからか？どうしますか？いや、こんばんは。人生にようかしら。まさに。あなたってやることがたくさんあったらか。あなたってやることがたくさんあった。きっとミスターモーガンなら。そう、20年前テニスコートでボールをひ20年前、アイスクリームバニラバニラ、ほう、このチーズの伸び解放の時まで。何のことだ？ミスター努力ミスだけ2人。あれ、電話か。いや、それは…あ、惜しい。いや、あ、出会う、おもち、ち…そうだよな。あ、あれ、俺、そ、俺…それでも、ちょ、いだ、ま、ち、トイレ、開いて。今、ちょ、が、うん、さ、うん、ま、うん、え、ま、か。うん、すぐ、な。
なんならてあでもま You got a mail そんなきおリンちゃんまあ、You got a mail警察しっかり例の事故ままちがおられるよ。について教えてやろうか。兄ちゃんは大人の男の条件知ってる？やっぱり正論だけに正論なんて。え？おげ、男ってのはな、のし上がって半人前、女をはべらして一人前さ。たくさんの女に愛を与えてこそ大人の男だぜ。俺、女嫌いなんだよ。俺か？俺狙いか？ナイス。ラプンツェルなんかやってるからですよ。お前もやってみろって。あの姫絶対いい女だぜ。ゲームじゃないですか。お前はあれか？実物じゃないと興奮できない。いや、物によるっす。 You got a mail.最近だ
ってね、ちょっとせっ食べまっへまきまっとしあやっりんめっでもおみエリック、ちょ、うす。